睡眠期 睡眠期 睡眠期欲しくて そしたらなんか良さげなのが2個あって、良さげな、その中でも良さげの方を見たら磁石がついてて、置かない収納、そう、壁にねくっつけれるのが500円だった。500円ってなって、でも同じ形の磁石がついてないバージョンが100円だった。100円、100円にした。そう、そうなんよね。なんかね、別にね、私はね、あのね、洋服になんか泥がついちゃって、それをつけ置きしたくて 買ったから いいやと思った。つけ置き洗いを、確かに でもだいぶ取れ、もう取れないかも。結構ね、強めのね、こうスカートをか、多分階段を、なんだろう、登ったりしてる時に踏んじゃったんだよね、雨の日らへんに。踏んじゃったやつがついてて。そうなんよね、悲しい。だから緑色の石鹸をつけてみようと思う。今日つけてみるわ。取れたらまた報告するわ。一回ね、何だったかな、そう、赤いリップか何かが白い服についてギャーってなったんですけど、リネタンがこれは食器用洗剤をつけてトントンしたら取れるって言って、家帰ってつけてトントンしたら本当に取れたんです。もう何もなかったかのように取れた。だけどそれを覚えてたから、そのスカートにもやったけど全然取れなかった。泥は取れないんだね。成分が違った。
から私のスカートがねもうめっちゃ食器用洗剤の匂いがするだけになってる。リネタン知ってるかな。でもリネタンに頼りすぎよね私。何でも何でも聞いてる。頼りすぎかもしれない。印象おもろい。ひねたおもろいよ。何もかもがおもろいです。つけ置きすればいいの。ふむ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 。ふむ。ああ、明日どうしようかな。猫。猫。猫のね、真似。猫の真似のプロになりたい。猫の鳴き声猫の鳴き声。今はにゃー今のレベルにゃーうまい。え？嘘。嘘。やった。嬉しい。嬉しい。怒ってる時、
いや、本当本当に本当にこれよ。威嚇してる時の猫。ってなってるから、私が窓開けてどうしたって言ったら、あれってなって窓閉めたら、そう、なんかおるんよ多分、喧嘩中の猫が近くに。でも私がまた来て、どうしたって言った。こういう感じ、怒ってる時の猫。でも確かに威嚇してる時はなんだろう、できない気がする、できない気がする。できない気がする。そんな感じです。ハッピー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 ティ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 、ハッピー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 ティ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 、フフフフ。デュルル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 。
猫は言葉がわかるよ。わかってるだろうね。猫を買ったらみんなに見せよう。皆さんに紹介しましょう。犬も好きだよ。でもね、買うなら猫。ワンちゃん落ち着いてからかな。散歩がね、十分にできるかどうか。でもなんだろう、夜でも元気にお散歩してるワンちゃんいるもんな。だけど夜も元気なんだなって思った。猫は夜行性。あ、そっか、生活習慣とかにもよるか。中に運動会する。運動会するの。すごいね。なんかなりそう。今日は夜ご飯という夜ご飯を食べてないんですよ。行ってお腹空かんくて、レストラン行って小エビのサラダと辛味チキン食べた。夜ご飯という夜ご飯じゃないよね。
美味しかったけど、美味しかったけど、その時お腹いっぱいになったけど、今急にもう一皿辛味チキンいけるぐらい。こんな23時にお腹が空くなんて。こういう時に人は寝るんだろうね。あお菓子食べよう。今日のお菓子は今日の100均でゲットした3つで100円のお菓子でーす。私の好きなやつが3つで100円なんですよ。ちょっとちっちゃめだけど、あのね、何味なんだろう、何味っていうか分からんけど、三角の網やみの三角あみあみのお菓子よ。めっちゃ好きなんよ。というわけで、そろ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 終わるか。そろ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 終わるか。そ、食べるのさ。ありがとうございました。今日も今日とて、今日も今日とて、髪伸びた、ついに、ついに髪を伸びたと言えるぐらいまで明日も配信するよ。イエイイエイイエイ、伸びた伸びた。伸びてからはもう外羽にはまっている。でも明日は外羽にするか迷ってるんだよね。どうしようかな、なんて思っています、なんて明日のことを考えています。
黒コーデいいでしょ。ありがとう。そうリボン合わせた服もそうリボンついてるからね。これは空腹の合図だ。やべえ空腹の合図空腹の合図来た。でもボブも楽しかったもう過去形になった。こんな感じだったよね。やばいやばい。でももう伸びた。右サーヤン左サーヤン。じゃあ終わるね。あ、お腹すいた。一瞬寝て一瞬寝て。お腹すいたから今一瞬寝てみた。後ろもケーキ食べないでね。わかった。食べません。昨日ね、漢字を読んでなかったんだよ。英語のやつしてた。英語の授業も終わったよ。イングリッシュタイム。だから今日は読みます。マサタロウさん、コッペさん、マッペさん、ケイさん、サトルンさん、モモビリーさん、みつるんさん、フジポンさん、メガバイトちゃん、犬ちゃん、台湾のコウさん、F 渋谷さん、良平さん、ホタテ様、セイヤンさん、ブーちゃん、秋月さん、ムラッチさん、ナルさん、マータロウさん、ジャンケンさん、ハヤリンゴさん、紫風ゴーさん、伝説の元トラック運転手のアイシさん、マサさん、ファルコンさん、クニちゃん、ユーキニャンニャンさん、マイセンタン、ロックオンさん、ボテーさん、ゴジュアップくん、サトケンさん、エビスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ボール投げ大会続けたかったんですけど
なんでボール投げ大会をしてるのかと疑問を持たれてしまうのが、うん、そうあったからやめようってなった。そうなの、まあそうだよね、うん、たまにそうだね、たまに開催しようかな。またその時に言われる、何のアンケート、よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。もうお腹の音が止まらない。またねー、バイバーイ。